どうも、アキペンのアキラです。こちらのチャンネルではときめく文房具やときめくクリエイティビティについてストリートアート好きの私アキペンのアキラ目線で紹介しております。最近やたらとニュースでバンクシーっていうワードが取り上げられてますよね。グラフィティ好きとしてバンクシーについてやらないのはどうかと。ということでこちらのチャンネルではですね、バンクシーが何なのかじゃなくてバンクシー風アートの書き方について紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。バンクシー風アート、なんかこういうやつですよ。多分もう皆さん想像ができてると思うんですけど、こういうやつの書き方についてちょっと知りたかったりとか、どうやって書いてるのっていう疑問に思ってる人もいれば、実際に書いてみたいんだけど何をしたらいいのか分かんないっていうね、アイデアの足しになるように、僕なりの解釈でグラフィティ的なルールみたいなことは置いといて、僕なりのバンクシー風アートの書き方を紹介したいと思います。そのバンクシー風アートって言われるのは、いわゆる普通のペンで線をエッジを描くようなやつじゃなくて、いわゆるあれはステンシルっていう手法を使ってるんですね。間違いなく版画の一種なんですよね。あれはステンシルアートって言って、スプレーなりスポンジなりでポン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 って叩いてあげると、その抜けてる部分だけ色が乗るっていう手法なんですけど、ステンシルってワードだけ覚えておいてくれればいいです。はい、そのステンシルアートについて紹介したいと思います。はい、こちらの映像は犯罪とか迷惑行為を助長するものではないので、そちらだけ覚えておいてください。で、僕が初めてスプレーでグラフィティを描き始めたのは、実はワイルドスタイルとかレタリングの方じゃなくて、実はバンクシーって真似できんじゃねってところから始まった。例えばこういう、こう僕の写真から作ったんですけど、これはあの友人の顔なんですね。ちょっと映らないんだよね、多分これ映りきらないと思うんだけど、描きました。これは親父ですね。今回はこういうステンシルアートの描き方をね、紹介したいと思いますので、やっぱそのメッセージ性も踏まえてね、ちょっとレクチャーしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ものすごい端折りますけど、まずこういう写真を用意して、それを黒い部分だけナイフを通してやって、切り取ったやつがこんな感じになって、それをそこに対してこれでこんな感じです。もう所要時間が一瞬ですね。例えば背景が白じゃなかった場合でも、下地に白を敷いてやった上で、これでできますと。まあそんな感じでね、さっきのは、昔に切り取ったステンシルをそのまま、利用したので、今回ねせっかくなんでなんか一つ作品を作ってね、壁に描いてみたいと思います。コンセプトから作っていきますよ。アキペンの、まあ、チャンネルの例なので、まあアキペン、まあ YouTube チャンネルですよね。アキラの YouTube チャンネルで、私アキラが、まあ、YouTube チャンネルに対して希望を抱くみたいな感じ、これから盛り上がっていったらいいなっていうような感じで、 YouTube チャンネルって言ったらこういうロゴですよね。なんかこれを抱いてるみたいな感じにしますかね。イメージとしてはアキペンの私アキラが YouTube ロゴを抱きしめているような感じで作りたいですね。なのでコンセプトを作れたところでやっていきましょうか。はい、で今回はインスタントな方法でやっていくので、あの LINE 溜まりすぎとか突っ込まなくていいですからね。なんだろう、写真から切り出さなきゃ意味ないみたいなことはね、ちょっと置いといてください。あの先日行ったバスキア展の時に撮ってもらった写真がなかなかいやらしい顔をしてたので、ちょうどいい対象になりましたね。はい、ここからやっていきますよ。色サイドっていうのをまず一旦白黒に、全く明るす色が、うん、まあ飛ばすわ、めんどくささ出てるからね。でコントラストっていうのを上げます。で露光量も上げますと。でそこからさらにコントラストも上げたいんだけど、これはもう限界なのかな。ハイライト上げてシャドウを下げると。でまずこういう画像をゲットすると、一番暗い部分と明るい部分っていうのが結構見えてきますよね。でそれをうまいこと編集するとこういう感じにできるんですね。これ結構さっきの写真から作ったけど、割とこの辺とかねざっくり塗ってるようで意外と大丈夫なんですよね。この辺に YouTube のロゴをね僕は付け足してあげたいので、
イメージはこんな感じですね。これをプリンターがある人は印刷して、それをカッターで切っていきます。僕はプリンターがないのでちょっと書きます。まあトレースなりうまく使ってここまでできたら、まあどこが黒でどこが白なのか、どこが抜けるのかっていうのが、まあ自分が理解できる範囲内でいいので、ちょっとメモしていきます。で、顔の部分は結構重要になるのでね、ここら辺はステンシル切っちゃいがちなんですけど、それっぽくやっていきましょう。あとこれも YouTube のロゴの部分ですね。割とどうせ歪むから適当に切っちゃうタイプですね、僕は。じゃあメインの部分を切っていきますかね。もうガシガシいきましょう。どこから切るかな。慣れると切らなくていい部分とかをメモしなくても分かるんですけど、でもそれでもね、ミスることはたくさんあるので、やっぱこう自分の癖を理解することが結局は一番重要になってくるんじゃないですかね。はい、切れましたよ。まあこんな感じで、じゃあ実際にやってみましょうか。じゃあまあね、こんな感じで、まあ、バンクシーじゃないですけど、バンクシーっぽいものの描き方っていうのは解説できたかと思います。もうちょっと綺麗にできたらいいね。はい、ということで、そんなに難しいものでもないので、ぜひ皆さん機会があれば挑戦してみてください。それでは。